宣戦布告直後の奇襲攻撃により、欧州並びに停戦監視各国軍の艦船やその大半が損害を被った。特に軌道エレベーターの周辺、ガンター湾近くに在泊していた艦船の被害が大きい。大破着底した艦数隻が現地に取り残されている。幸いにも新鋭空母ケストレル2は洋上を航行中だったため敵の攻撃を免れた。ケストレル2はエルジア王国首都ファーバンティへの再攻撃に向け準備に入った。さらにもう一隻空母バルチャーがガンター湾からの飛来に成功した。ただし飛行体を喪失し搭載機欠となっている。本日国際停戦監視軍が軌道エレベーター奪還任務を再考する。ポートグレイス島基地飛行隊は空母バルチャーと合流、共同してこの任務に当たる。共同任務軍は最初の作戦としてショピンブルクの航空優勢を奪取する。後続部隊の進路確保のため、ショピンブルク付近は現在敵の航空優勢にあり、多数の敵航空機による抵抗が予想される。さらによく聞け、開戦当初より敵は多数の無人機を戦闘に繰り出してきている。ここでまた新しい種類の無人機が見つかった。無人航空母機、通称アーセナルバードに搭載されている無人機 MQ101 だ。アーセナルバードはオーシア軍が中心となり開発し、機動エレベーター支援のため配備した巨大航空機だが、今回の報告はそれまでもがエルジア軍によって運用されている可能性を示唆している。現実ならば非常に大きな障壁となりかねない。一刻も早い軌道エレベーター奪還を目指そう。幸運が君たちの上にあることを。状況を知らせる。ゴーレム隊とタキシの2小隊は合流済み、すでに交戦中だ。君たちは戦闘の真っ只中に到着する。明治隊、この空域にいるバンディットを全て排除せよ。現状、我が方が優位だが油断はできない。幸運を祈る。明治1、ウィルコ。明治1よりゴーレム1、ただいま到着した。明治1、それから明治2、このまま押し切る。さてトリガー、俺たちの腕を他の隊の奴らに見せてやろうぜ。ゼキ、一度食らいついたら逃がすなよ。雲の中に逃げようが追い詰めろ。狩りの始まりだ。Let's go. 射場戻ります。まだ飛べます。トリガーに穴を埋めてもらう必要は。お前が抜けて開く穴などない。先に帰って頭を冷やせ。了解。帰還します。待てぞ、ブレイクできない。 敵をノックオンした。乗りにしないぞ。撤退機はまっすぐ戦域外へ向かえ。追っては仲間が食い止める。ゴーレム隊、明治隊、踏ん張って。そして君らも生きて戻るんだ。 支援しろ。 敵から離れるな。ゴーレムズ。メイジス。スロスト。スカイキーパー、ブラウニーをやったやつは離れていく。燃える者はいない。残念だ。全ての UAV の撃墜を確認。あの時ああでも言わなければな。何のことです？あいつの性格からして撤退などしなかっただろう。妥当な判断でしたよ、あの時点では。いや、ひよっこを手元から離すべきでなかった。号令部隊、明治隊、撤退せよ。限界を超えた。目視で着陸しろ。完璧だ、明治ス。戻ってくると信じてたぞ。別名があるまで待機。次の出撃に備えよう。残念だが今回の両面作戦は失敗に終わった。ファーバンキーを攻撃した空母ケストレル2が被弾沈没した。またしても艦載機がエルジアの市街地を誤爆したことから、中立国の世論が我々を非難している。我が部隊においても被害は大きかった。しんがりを務めた者たちの活躍がなければ戻れなかった機体はもっと多かったの。状況は芳しくない。だがここで足踏みしている時間はない。我々は軌道エレベーターに向かわなければならない。